6年生からキャッチャーかな。ちっちゃい時からキャッチャーだよね。野村さんなんかもそうでしょ。急にそんな面白い名前出されるの。兵庫県大会でどこが強かった。金村報徳。報徳か。アスリートアカデミア学長の岡崎薫です。本日のゲストは、はい、村田真一さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、ご無沙汰しております、まあ、ご無沙汰っていうか一番最初に会ったのがもうそうですよ。もう60だから42年ですよ。もう還暦42年ですよ。42年か。でも変わらないよね。変わりますよ。いやいや変わらないって。じいさんですよ。いやいやそれはいろいろ環境とかさ、年は40何年取るけどさ、はい、なんか変わらないじゃん。昔一緒にこうやってた人ってさ、お互い、いや僕が変わったと思ってるから。あ、そうかな。その感覚がね、うんうん、でもさ俺たちが二軍でやってる頃って栗松さんとかが監督じゃない、ね、だ考えたらあの時栗松さんまだ40代だもんね。そう44、5なの。 ありえないよね。ね、私ね、いい時代ですよ。面白い、面白い。自分たちだけ年取ってないみたいに感じてるだけかな、はい、いやいや皆さん年取ってると思うし、うん、はい、でも若い人から見たらもうおじいちゃんなんだもんね。そうよ、もう初老ですよ。もう初老かな。そうですよ、60歳初老ですよ。まだ年金もらってねえから。もうすぐ。いやでも若々しくて、うん、ね、俺たちやっぱりこう同級生とかから見るとちょっと若く見える。どうです、そうですか。ああ、そうじゃない。周りはもう定年になったとかね、うんうん、もうそういう話聞くじゃないですか。まあまあ定年だけど ね、そういうもう年齢なんですよ。いやでもいつまでも若々しくて。何が若々ですよ。エネルギッシュで仕事も遊びもなんかエネルギッシュな感じするよ。なんか全然年取らない感じするよ。全然ですよ。もう僕のチャンネルはね、もちろんそのプロに入ってからのこともあるけど、最初にその村田真一という人間が幼少時代どう過ごして野球と出会ってこうプロに入るか、まあ、入るまでの話もちょっと聞きたくて、うん、その環境的なことをみんな聞いてるんですよ。50年前の話。いやいや覚えてるでしょ。いや、まあ、そういう話ってあんまりこう世に出てないのよ。プロに出てからの話あるけど、子供の時例えば何人兄弟だったとかさ、うん、どういう環境で野球とこう出会ったとか、うん、そういうことを知りたくて。そんな視聴者の方知りたいですかね。いや知りたい。そう、本当ですか。俺が知りたいだけかもしれないけど、あの、うん、コメントで来ないですか。いや原さん興味ねえよって来ますけど。いや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 、そんなことないよ。やっぱりね、江川さんと対談した時も江川さんにもちゃんと聞いて、うん、いや野球選手は長男が多いんだよって江川さんに言われて、いやいや俺末っ子多いと思うんですよって。違う、次男ですよ。次男で、次男で。お兄ちゃんもじゃあ野球やってて。兄ちゃんも小学校までしてましたよ。お兄ちゃんは小学校で辞めて中学校から辞めちゃいました。僕はそう。お兄ちゃんいくつ違う。2つです。2つか。岡崎さんと一緒です。あ、そうなの、はい、お兄ちゃん野球やってて。はい、でも、まあ、野球やったのはあの友達の同級生の影響ですけどね。小学生が同級生が学校の、僕らそんなボーイズリーグとか田舎ないじゃなかった時代じゃないですか。出身は神戸市。兵庫県神戸市になるんだよね。須磨区です。須磨区、はい、野球盛んなとこですか。まあもう、ね、まあ兵庫だからね、野球盛んだよね、はいはい、で学校の軟式チームに同級生が入れよって言うから、うん、5年生から入ったんです。え、野球始めたの5年生。じゃあ違うでしょ。野球はちっちゃくて5年生から野球を始めたの。5年生までは。でもそれまでこうキャッチボールしたりしてたんです。いや、キャッチボールしましたね、親父と。5年生まではたまに同級生と集まって近くの広っぱ行って野球やってただけです、うん、え、本当に。もう5年生からです。軟式チームです。5年生から野球チームに入って、はい、ポジションは。その時外野してましたね。外野、はい、6年生からキャッチャーから。6年生からキャッチャー、はい、やっぱキャッチャーの人ってさ、やっぱちっちゃい時からやっぱキャッチャーだよね。なんかキャッチャーから野手になる人はたくさんいるけど、うん、野手やってて例えば中学ぐらいからキャッチャーになりましたとかあんまりいなくない。ちっちゃい時からやっぱキャッチャーしてる人がこうなんていうの、プロ野球のキャッチャーになれるような、まあ、そうですね、それも俺の思い込みかな。あ、思い込みと思いますよ。ああ、そうかな、うん。例えば谷繁とかもちっちゃい時からキャッチャーだったような気がするんだよ、ね、あ、そうなんだ。なんとなく古田とか、はい、まあ、古田とかショートとかしてその感じはなんとなくするけどね。キャッチャーの人はもう昔からキャッチャーだって何かで聞いたことがある。あ、そうですか、うん、だからキャッチャーっていうポジションはそれぐらい難しくて、小さい時からやってないとなかなかできないよ。野村さんなんかもそうでしょ。いや、すいません。すいません
や、気温そんな面白い名前出されても森さんとかもそうなんじゃないかなと思うけどね。だ野村さんがピッチャーしてたイメージないじゃん。だっていや、それはプロ野球でのね、うん、実績が素晴らしいがあれですけど、うん、ほら学生時代はどうですかね。そうかね。まあそうだね、うん、俺も思い込みが激しいのかな、うん、かもしれないですよ。年取ったせいかな。それはそうですよ。あ、それで、小学校の時はキャッチャーで、はい、中学はもうずっと何中学ですか。スマ中学。いや、滝川中学校で。滝川、はい、あ、滝川って中学と高校って一貫なの。はい、私立です。あ、じゃあもう私立、中学から私立。そうです。育ちが良かったんですよ。俺私立なんて行ったことねえからさ、はい、もうずっと中学も高校も小学校も全部公立だから、はい、私立なんか大分ってないのにな。大分やりますよ。やるけど、はい、そのあんまりいないの、はい、1個か2個しかないの、はい、中高一貫の滝川。それは何、野球でこう引っ張られたとか。いや、全然関係ない。関係ないです。関係ないの、はい、え、なんでじゃあ滝川中学の。いや、それはまあいろいろあったんじゃないですかね。事情っていうものが。事情、はい。でもさ、私立って何か分かんないけど高いでしょ、学費だって。いや、まあ公立に比べたら。それはそうでしょう、多分。私立に行く、その時の学費僕知らないんですけど。勉強だから6年生の時塾行って受験して入ったんですよ。野球全然関係なく。関係ないです。中学校なんないじゃないですか。え、中学でも野球部あるでしょ。野球部です。あの軟式。軟式です。あのリトルとかじゃなくて。関係ないです。だ、高校に入るのはやっぱ難しいっていうんで、親父が中学校から入った方が絶対楽ちんやっていうんで。そりゃそうだよね、うん、そうですね。すごいね、親父。そのだから滝川じゃ高校に行かしたかったんだ。そうみたいですね。野球で、はい、はあ。じゃあお父さんもやっぱ野球好きだった。親父野球好きだったと思います、うん、野球。お父さん野球してない。長嶋さんの大ファンです。してない。野球全然してないです。そんな時代じゃなかったんじゃないですか、うん、でも高校もやめろって、やめて働いたで言ってましたから。時代がね、はい、親父自分のことも話したがらなかったですね。あ、俺の親父もそうだな。そうでしょ。同じぐらいの世代だよね、うん、うちの親父は11年生まれ。親父9年です。ああ、じゃあちょっと上なんだ。同じぐらいの世代だ。辞めて家の家業継いでくれって言われても働いてたって言ってました。じゃあ10歳ぐらいの時に戦争だ。小学校2年生ぐらいって言ってましたよ ね。だから野球どころじゃない時代だ。そうです、そういう時代でしょ。あ、終戦でやっぱ大変やったんじゃないですか。やっぱ息子ができたら野球やらしたいと。え、巨人、長嶋ファン。長嶋さんファン大好きやった。あ、それも後に後で聞いて、うん、長嶋さんにお願いしにって写真とか撮ってもらったんですけど、うん、はい、それも言わなかったの。その時はね、多分野球好きやと僕は思ってたです。うん、言わなかったです。親父が死ぬ前に聞いたんです。俺長嶋さんの前やったって。いや、一回いたんだって言って。そうなの。もっと早く言ってよと思ったら。早く言ってよ。あ、そこまで好きとはと思った。へー。ただ5年生の時に長嶋さんが引退される時に、うん、今日は早く帰ってこいって言われて、家に帰って、昭和49年一緒に見て、うん、こんな大スターが辞めるんだっていうのを見てたのを覚えてて、へーと思ってて。俺は5年生だった。5年生だったってことは俺11か。そう、中俺も見た。あのダブルヘッダーと、あのね、うん、挨拶をずっと見てみんなで泣いてみたいなとこだよね、うん。でも神戸、まあなんて偏見かもしれないけど、関西で神戸で、でうちの家ね、阪神ファンじゃなかった。生まれ育ち横浜なんですよ。はあ、横浜神戸すごいおしゃれじゃん。なんか感じ、あの結婚して神戸に来てるんですよ。それまではずっと鶴見横浜から、はい、鶴見です。はいはい、鶴見ありますね、はい、へえ。じゃあ横浜出身なの。そうです、横浜生まれ。はい、で結婚して兵庫に行って、うん、へえ、すごいね。横浜から神戸、なんかなんかおしゃれな街ばっかり行ってるじゃん。何言ってんですか。いやいや、だってそうや、横浜神戸っておしゃれじゃないの。そんなことない。横浜では山下公園の前とかじゃね、山手じゃおしゃれかなと思った。横浜には怒られそうやけど。そうじゃない。いやいやいや、横浜神戸って田舎ですもん。いや、神戸って言ってなんかかっこいいじゃん。須磨区なんてかっこいいとこじゃない。いやいや、まあ、須磨海岸でいいとこですけどね、うんうんうん、田舎ですよ。僕は好きですけど、大好きですけど。で高校で、中学で、まあ、軟式の
スマッチ、滝川中学の野球部で、はい、でそのまま高校に入って今度高校の野球部。そうですね。どうだった、あの1年生からやっぱレギュラー出ねえ。で僕らの時は、ね、ほとんどその学年で頑張るっていう監督さんになるじゃないですか。まあ僕もその突き抜けてないからやっぱりね、3年生にならないと。そう、2年生の夏から新チームからレギュラーです。ああ、そうなんだ、まあ、それまで玉広いです。あ、ベンチに入ってましたよ。まあそりゃそうだよね、はい、でもあの全然。じゃあいいキャッチャーがいたんだ。キャッチャー先輩にいましたよ。あ、はい、滝が名門だもん ねサッカーも強いし、はい、だら僕らの年なんか上一つ上はもう強かったですけども、全員3年生だけです。あ、ピッチャーが僕の同級生が2番手で、まあ、入ったんかな、1人でいいかな、他全員。でそういう感じなんだ、はい、レギュラーはもう3年生で2年生はもう基本的にはっていう感じです。あ、そういう風な感じなんだ。僕らの時はちょっと人数も少なかったせいか後輩が何人かいましたけどね。で高校時代のその3年生の時は甲子園とか全然行ってないです。強肩大会では どこが強かったの。金村、報徳、報徳か、あそこで負けました、ベスト8で。あ、優勝だもんね、報徳だって甲子園でね、うんうん、そうか、金村の時代か。金村、まだ、ね、神戸市ね、うん、僕らの同級生の時はあの村の工業とかね、育英が強かったんですよ。なんか高校野球すごい盛んな時だよ、あの辺、あの時期って、まあ、今でもすごいんだけど高校野球って、うんうん、だって村田の代って、俺の下の2つ下の代って優秀だもんね。いい選手多いじゃん。例えばジャイアンツのドラフトでもみんな一軍に行くような選手だったじゃん。僕らの時はそうですね、巨人は全員行ったですね。ね、うん、村、あれでしょ、牧原山本浩二、吉村橋本さん、僕で村田でしょ、二村さん、そう、ね、全員です。全員一軍選手だもん ね、まあ、たまたまとタイミングとかね、先輩の年齢とかあったんでしょうけど。いやいや、俺の一個下は駒田の代は駒田ぐらいだったもんね。そう、駒ちゃん一人っすね。俺の上は誰もいないもんね。俺の一個あのドラフトボイコットの年なの、笑顔問題。あ、そうか、そうか。ドラフトがなかった、ドラフト制限なかった。来芸もね、あったんじゃないですか。そうそうそう、三井さんとか、さん、志村さんとか、北野さんとかだったけど、一軍にこう定着した人はいなかったんじゃないかなみたいな。で、二つ上のもうあんまりいなかったの。うん、だ年代的には二村さん。新さん。鈴木新さん。新さん知ってんの？知ってますよ。新さん一軍に、あ、二軍にいた？いましたよ。4番バッターとか打ってましたよ。新さん、俺お世話になったな。新さんもうああピッチャーから、ああいえばこういう、なんかすごい喋りが面白いイメージですけどね。ああいえばこういう人多かったよな。2個上の人もちょっと、いや、新さん。でも今振り返ってもでもいい時代やし、面白かったですよ。面白かったよね。はい、面白かったです。まあでも5位で指名されるじゃない、はいはい、巨人に、はい、で入るじゃない、はい。やっぱりどうだった？そのプロに入って宮崎から。それから、はい、宮崎から宮崎にあの水公園ホテルに入ってきたじゃん、はいはい、俺が3年目ぐらいで死にそうになってる時、はいはい、俺3年目の時一軍のガムキャンプに行ってな。あ、そうですか。そうだから途中からあの最初ガムキャンプ半分で宮崎半分だったの一軍が、はいはい、で一軍のガムキャンプに3年目に選ばれて行って、はい、で宮崎に帰った時に2軍に落とされた。あ、そうですか。で僕が入った時二軍のレギュラーってイメージです。そうレギュラーは1年目からレギュラーだったの。使ってくれたの山本さんっていう人が、新さんがショートセカンドでね、いなくて選手が、うん、俺と山ちゃん、あ、同期、ね、俺と山ちゃんでイースタンリーグ80試合で60敗ぐらい俺と山ちゃんのせいでしてんの。いやいや本当だって。